第477条、債権者の預金または貯金の口座に対する払い込みによってする弁済は、債権者がその預金または貯金にかかる債権の債務者に対してその払い込みにかかる金額の払い戻しを請求する権利を取得したときに、その効力を生ずる。債務者が債権者に対して10万円の債務を負っているとします。債権者の銀行口座へ10万円を振り込む方法で弁済することにしました。債務者は銀行で振り込み手続きを完了しました。しかし銀行のシステムエラーで送金されたのが手続きの翌日となりました。そうすると債権者は銀行に対する債権を送金手続きの翌日に手に入れることになります。なので弁済の効果は、債権者が銀行に対して債権を手に入れた翌日に発生します。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。